い。定期的なこと本当に嬉しく思います。いや本当に嬉しく、よろしくお願いします。ありがとうございます。バドミントンの選手の登録数、チームの登録数等々を含めまして、実は北海道っていうのは全国で2番目に多い競技人口を抱えています。通年を通して実施していける、そういったようなことからですね、総合的に考えまして、まずはこの総合型スポーツクラブの始まる一つ目の種目として、このバドミントンというものをやってみようと、2年から3年でこの全国に向けたこのレギュラーリーグの方にですね、参入していきたいというふうに思っています。できればバドミントンについてもですね、オリンピック選手になりうるような、そういう人材を育成したい。お願いします。はい。